新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは時代小説を書くための古文は学問とは目的が違うんですよ問題 <coughs> 今日はマシュマロに寄せられたお便りですえっと先に謝っておきましょうこれえっと 先日いただいた、その、古文漢文について、こういう方が、のがいいですよってお便りをいただいたんですけど、それ、てっきりさ、えー、こう、あの、う、小説家志望者の方からの、その、お便りだとばっかり思ってて、 結構失礼な物言いをしま、しました。ごめんなさい。先に、もう本当に先に謝っておきます。えー、もう本当に、えー、いかんよなって思うんだけどね。えー、っと、とりあえずまず先に、その最初のお便りを、えー。鈴木先生、いつも動画配信ありがとうございます、えー。先生は古典の資料を読むためにマドンナ古文をやったらいいと発言されていました。 えー、え。っとお、受験生の時にはマドンナ古文を愛用し、えー、しましたがん、それだけでは出回っている資料をほとんど読めず、大学で詳しく勉強してようやく理解できるようになりました。えー。高校の国語から、 工程分野の内容がどんどん削られているものもあり、大学などで学んでいない限り、自力で古文を読みこなすのは難しいのではないでしょうか。ええー、と、うん。まああ、できれば、大学の文学部卒業レベルを受講生に課した方がいいのではないのでしょうか。 ちなみに僕の祖父81歳は中卒ですが所読でもの古典でもスラスラ読んでいるので年代差があるかもしれませんこれ最初に頂い,いたあの頼りでこの時にもあのてっきりさそう本当にごめんなさいあのねてっきりその あまあまあ、もうちょっと長いえまし、あの、お便りだったんだけど、こう、これ読んだ時にさ、いやー、もう本当にその、古典をやりたく、勉強したくない小説家志望者があまりにも多くて、いや、これさ、勉強したくない言い訳をずっとしてるんだよなーとかっていうふうに思ってしまったので、 おいこら、ちょっと待てっていうような、そんな物言いをしちゃった覚え、あし,しちゃいました。ごめんなさい。ええー、全然趣旨違いました。本 <laughs> 当ごめんなさい。ええー、こうお、ま、このマシュマロについてお、お、聞かれたこの方が、ま、改めて、その、お,お便りをくださいました。 先生、いつも配信ありがとうございます。はい、ありがとうございます。8月13日の時代小説を書くために古文が読めなきゃいけないんですか問題でマシュマロに送ったメッセージを取り上げてもらった文学卒業です。えー、っと、質問ではなくメッセージのつもりだったので取り上げてもらえると思っていませんでした。うん 僕は作家志望ではなく時代小説、歴史小説の愛読者です。鈴木先生の小説が大好きで最近 YouTube チャンネルを見つけたので聞き始めました。特に4人シリーズに始まり、は,はまり何度も読みました。どうもありがとうございます。えー、先生のメッセージで伝えたかったのは、えー、と、鈴木先生の言う通り、 歴史、時代小説を書くなら古文の習得は必須であることです。ただ、大学入試程度の知識で一時資料を読みこなすのは無理なので、それを求めるなら大学レベルの勉強を課した方がいいのではと思った次第です、うんえー。僕は古文、漢文より現代文の方が点が取れたので、現代文が できないから古文が読めないというわけではなかったと思います。えー、っと、通っていたのは某大学で、うんと大学一年時、周りに古文の一時資料を読み込める学生はいませんでした。ゼミで指導をしてくれた,くれた先生も、受験古文の偏差値70は、英語で言うとアルファベットが読める程度のもの。 大学に入ってからが勝負という趣旨の発言をしていた記憶があります。<laughs> 大学で勉強して古文、漢文が読めるようになってから歴史、時代小説がものすごく面白くなりました。ああ、それはありがとうございます。うん、あのー、やっぱ歴史背景知ること大事だしね。はい、これからも鈴木先生の著作を楽しみにしています。 はい。今度はサイの入った本が欲しいです。はい。どうもありがとうございます。いやー、結構、あの、この13日の、8月13日のまし、にいただいたマシュマロ結構クソ味噌に言っててさ、いや、さすがに、あの、これはあんまりだよなと思って、えっ、ー、と、削除をして、で、これ今、まあ、その、 おうん、まあやり直しとしてはあれなんだけどもまあそのお,お話ですえっ、ー、とまあ先に申し上げておくとお文学部としてこう読むこととその小説を書くために読むことっていうのは目的が 違うかなっていう目的がだいぶ違うので、ええー、だから必要とされるスキルってかなり違うよねっていうのが、あまあ時間です。こ、あのー <coughs>、こう、あれだね、ええー、 えっと、この、メロくださ、あ、メってか、マシュマロでくださった、あ方のおじいさん81歳ということで、81歳、だいたい昭和の16年生まれになるのかな。で、そうすると、おしん、まあ、その頃にはもう、お文書っていうのは、ほぼほぼ全部、その、現代文になってます。 ただまあ、ああの、いわゆる九時九かなの世代ね。えっと、今我々がよく目にしている、漢字かな遣いっていうのは、うん、昭和20年だったかな、ぐらいに、こう,う、改めて定められたもので、で、まあ、それ以上のものは九時九かなっていう言い方をしてますが、それでも現代文です。ん,んで、 ナチュラルに古文を読んでおられるっていうことは、まあ、慣れりゃ、そんなに複雑なものはいらないと。こういうふうですな、ね。読んで大体意味を理解する,にするのには、さほど高度なものは必要ない。ただし、その、やはり量を読む必要がある。たくさん読む必要があるよね。 あのやっぱ古文漢文というのはその語学なのでやはり読み慣れることは必要です。でそこに書かれているものが大体何が書かれているかどんなことが書かれているかというそれを理解することというのはそれができれば OK という考え方です。うん、で,、うん、であれだね だいたいそれほど高度なものは必要とされておらず、まあ、活字になっている、翻告されている資料でも十分、かなり幅広く読める。えっ、ー、と、ジャパンナレッジの場合だと、ルイ類園だとか、あ 東洋文庫もかなりその報告した資料がいっぱい出てます。うん。だとか、ああ、そうだな。岩波にの、にも結構い,らいろいろあるかな。岩波文庫にもいろんなのが出てるし。で、そういうところをざっと一通り見て目を通しておく。 うん。徳川時期だとかさ、う書ん。群衆だとかっていうのも、おまあ、アート利せた人通りざーっとしたものを目を通すっていうことができ、できるようになっておくと、あとは山記願だ、乗山祈願、いや、乗山祈願だとかさ、ああいう、うん。貸し合わとかさ、ああいう、うん。 まあ、エッセイだとか、その手のものね、三河物語だとか、そういったものがざっと読んで、まあ、大体こんなこと書いてあるよねっていうところを読むことによって、その、現代語の知って書かれている人の心象の資料なんかには、こう、漏れているものって結構あるので、まあ、そこで漏れているものを拾い出すっていうことができるようになるんでね。んで、 こう、やはりね、えー、文学部の、その、国文学として勉強しているのってのは多分、深く掘り下げるような形になると思うんだけれど、ええー、まあ、小説にとって言うと、歴史小説や時代小説というのは、歴史を解き明かすのではなくて、歴史小説というのは、にとっての、 史実というのはあくまでも道具の一つに過ぎないんですよ。ええー、で深く掘り下げるのではなくて幅広い勉強が必要っていうそういうことです。でええー、あくまでもそういう 歴史小説の資料というのは小説を面白くするための道具に過ぎない。えっ、ー、と、ディテール書き割り説っていうものがあるんだ。その、由良三郎さんという作家さんが昔、そういうお話をされたことがあるんだけど、ディテール、書き割りってわかるかなあの、大衆演劇、これもわかるかどうかちょっとわかんないんだけど、 大衆演劇で、そのお、大衆、小説のディテールというのは大衆演劇の背景ね。あ大衆演劇,演劇っていうのはそんなにお,お金かけて作られていないので、えー、背中の後ろ側の背景っていうのは、ざっと描いた、絵が描かれた絵で、それで、 なんとなく廃棄を作ってしまうっていう、そういうことがあるんだけれど、うん。この、おその昔、新国劇っていうのがあって、えー、<coughs> 島田省、もう今はもう誰も知らないだろうけども、島田省吾だとか、大友龍太郎だとかがいたんだが、その島田省吾が、その書き割りの前で国定忠将をやると、その島田省司の 長後の、その、演技力で、その書き割りがさ、富士山の書き割り、その、大衆演劇は、まあそういうものなのよ。その、富士山の絵が描いてあっても、その前で国定忠次をやったりするわけだよ。で、国定忠次をやっても、島田昌司が演じると、書き割りが、その、富士山であっても、 それが赤城山に見えるわけだ。うん。ただそれは島田省吾がやるから、この赤城山に見えるだけで、凡人がやると、その富士山のかき割りの前で赤城の山も今よい限りってやっても、何やってんだこいつっていうことで終わってしまう。だから、まあせめてかき割りはちゃんと赤城の山を作っていこうやと。おいう、まあそういうことです。 んで、小説に関してもこれは同じようなことが言えて、ね、僕がなぜ取材をきちんとやろう、細かいところを押さえておこう、もう歴史小説をやるんだったら古文、漢文を読んでおこうっていう、目を、一通り目を通しておこうやっていうことだと、なぜそういうことを言うかというと、その、 こう背景だとか描写をほとんどしなくても描写を浮かび上がらせる天才ってこの業界はゴロゴロいるんだ。えー、ただ、鈴木喜一郎という小説家はそんな才能はないので、えー、だからまあ、せめて書き割りだけでもきちんとやっていこうということで、まあ僕はそういう資料だとかに目を通す習慣はつけています。んーで ええー、この YouTube を聞いている、うん、ポ,ド,ポッドキャストを聞いているそこのあなたが、今のところ僕よりは実力がない。今のところね、将来はわからないけど、今のところ実力がないんだから、せめて鈴木喜一郎の真似ぐらいはしようや。ええー、天才の真似はできないけれど、その、えー、勉強することはできるだろう。で、 まあ、僕のやってるところはとにかく、まず、古文、漢文の資料は、とにかくたくさん読もう。古文、漢文に限らずだけど、ねこう、小説に使うのには、これは使えるか使えないか、非常に品のない読み方だけれども、そういう意識を持って読むことって大事だよ。 っていうまあ、そういうことですね。ええ。しかしまあそれはそれとして <laughs> やっぱりちょっとさ本当にその自らを戒めなきゃいかんよなということは結構あります。本当にねこうなんでこんなにピリピリした物言いをするんだろうって思うことって時々あるよね。 こうどうかするとすごく攻撃的な物言いをすることがあるのでいやなんでなんだろうね気をつけなきゃいけない本当にあのー、これに懲りずにまたマシュマロなりメールアドレス、ま、にメールくださんなり、ま、であのお,お便りをくださいなその もう僕も僕も成長しなきゃいけないよね。本当にね。いい年をしてるのに相変わらずガキのようなことをやってます。この番組へのリクエスト、皆様からのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎諸説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正師賞、大両者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーして一緒にサウンドクラウド、u d Apple Podcast、 Google ポッドキャストスポーティファイなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木吉郎作家日記そんなところでではではでは失礼します。